こんにちは、トラです。ご主人様がカメラを向けたら、ちゃんとポーズを取ります。ご主人様が静止画みたいって笑ってくれてる。じゃあ、もっと静止画、頑張るね。今日は山形市の旅です。山形駅前です。立派な駅です。そういえば、仙台市と山形市は隣接しています。区や県庁の所在地が隣接しているのは、仙台市と山形市、京都市と大津市、福岡市と佐賀市の3名のみです。山形城に向かいます。国内でも5番目、東日本で江戸城に次ぐ東北最大の城です。この巨大な山形城を築城したのが、戦国大名、最上義明です。山形城には、最上義明公の像があります。2本足で立つ馬の銅像は、世界的にも極めて稀な作品とのこと。3トンの重さを2本足で支えています。山形鋳物の技術の粋を集めた傑作です。最上義明は、謀略や暗殺も用いましたが、一旦部下になったら大切に扱う人情家、という評判も得ていました。彼は戦にも強く、米沢から山形に攻め寄せた。直江兼続率いる2万4000の上杉軍を、わずか8分の1の3000の兵力で撃退し、あと一歩というところまで、直江兼続を追い詰めました。国指定文化財、資本着色、湯量商人へ。最上義明が作らせたものです。最上義明は優れた文化人でした。レンガに至っては当時の一流で、残っている区の数は、細川雄斎に次ぐほどです。彼の妹は伊達家に嫁ぎ、伊達政宗を産んでいます。最上義明は妹を溺愛し、仲睦まじい手紙を多く残しています。背が高く、謀略家で、戦に強く、一流の文化人で、妹ラブ、どこのアニメの主人公かと思うほど、属性がてんこ盛りです。彼は、庄内平野を開発し、農業生産力を向上させました。街道を整備し、最上川の舟運の安全性を高めたことで、山形の内陸と日本海の酒田港が最上川で結ばれ、紅花や漆といった産物が江戸大阪に運ばれ、代わりに諸国の富や文化が山形にもたらされました。紅花です。現代のものですが、紅花染めの振袖です。なんとも言えない美しい色合いです。12回も重ね染めをするそうです。最上義明は全盛で知られ、山形を飛躍的に豊かにしました。しかし、彼は家族との幸せを得ることができませんでした。山形市内の千勝寺は、彼の最愛の娘、駒姫の菩提寺です。駒姫は、東国一の美貌と謳われましたが、そのせいで、豊臣秀次に側室にと求められます。関白の命令です。15歳になるまではと時間稼ぎするのが精一杯でした。そして、駒姫が、やむなく側室になるため京に到着した頃、豊臣秀次が失脚し、彼の宰相は、三条河原で打ち首となります。これに、京に到着して間もない駒姫は巻き込まれ、処刑されてしまいます。そして間もなく、最上義明の妻も亡くなります。おそらく、駒姫の不幸に耐えきれず、自ら命を絶ったのでしょう。このことが、最上義明が豊臣家を見限り、徳川家に急接近させることになるのです。最上義明の死後、最上家は後継者問題に揺れ、間もなく改易となります。最上家の栄光は、義明一代のものでした。しかし、彼が整備した産業インフラは、江戸期を通じて、山形に富をもたらしたのです。では、後編に続きます。